ランドサットのデータから構成したニュージョージア諸島南西部。ラノンガ島はソロモン諸島西部州のニュージョージア諸島に位置する島。ラノンガ島は1787年にリードとデールという船乗りたちにより目撃されている。1959年8月18日午前8時5分、地震による津波がラノンガ島の西方の沖合で発生した。ほどなくして、 島の北岸に位置する割で大波が観測された。海岸線は15メートルほど後退し、その後、元の位置に戻ったという。2007年5月にも大きな地震があり、津波も襲来したが、島自体も3メートルほど隆起し、島を囲んでいた珊瑚礁がすべて海上に露出し、その後しばらくの間、住民たちは様々な混乱に直面した。 ラノンガ島は長さ2 8トルほどの細長い島で、新母島の北東8キロメートルにあり、西部州の州都偽造の南西に位置している。ラノンガ島で最も高いケラ山は8 6 9メートルの標高がある。2007年4月、地震がラノンガ島をはじめソロモン諸島の大部分を襲った。地元の住民の話では、この地震の結果、 ラノンガ島の一部では海岸線が70メートルも後退したところもあったという。この結果、かつて自然な状態で海中にあったサンゴの多くが新たな海岸部に露出することになった。集落の多くは島の東側にある。およそ2500人とされるラノンガ島の人々はガノンガ語を用いている。ありがとうございます。